でも幸せを探すよ、ひるめきを探せよ。さあさあ振り回して振り回されて、大事なのはあなただって、人に気づけないままで、一体未来はどうなるのかなんてことより、めくるめくる今どういうひらめきに気づく。
Yeah.